タイの先生方、こんにちは。ベネセコーポレーションの宇坂です。今回は多くの学校様に AFL を受験いただきましてありがとうございました。ご存知の通り、このテストはオーネットの対策テストですが、小学校6年生のこの年度初めに受験する意義は、現時点での生徒さんの学力と学習習慣を把握し、この1年のご指導に活かすことです。今回のテストで120校のテスト結果を分析いたしました。 算数理科、いずれもオーネットの平均点に近い結果が出ており、生徒さんがオーネットを今の学力で受けた時の結果だと捉えることができます。また、ベネッセが日本の生徒さんに答えていただいているのと同様の学習習慣アンケートにも回答をいただきました。私たちは高い学力は良い学習習慣をベースに作り上げられるものと信じております。 この学習習慣を指導を先生方にお取り組みいただくことが学力を伸ばす一番のポイントだと考えており具体的に何点か分析結果を踏まえたご提案を差し上げます。まずタイのの生生徒さんの多くは学校生活に満足ししていいいるという興味深い結果が出ました通常得点が低い生徒さんは学校生活を楽しめない傾向があるんですけれどもタイの生徒さんは学校が好きで学校生活を楽しんでいるようです。 これはタイの先生方が作り上げてきた大事な資産ですのでこの生徒さんとの信頼関係を鍵にして日々のご指導をより良いものにできると思います。一方で学校生活を楽しんでいますかという質問にノーと答えた生徒さんもいらっしゃいました。これらの子どもたちは将来不登校になる可能性や友達関係がうまくいっていないケースもありますためこの子どもたちには担任の先生方から是非声かけをいただければと思います。 また、算数や理科は好きだけれども苦手と答えた生徒さんも多くいらっしゃいました。この生徒たちは未来で活躍する可能性があるため、日本ではこう答えている生徒さんのリストを作り、プリントを渡して指導するなどして学力を伸ばしていますので、ご参考になれば幸いです。さらに、学校外の学習が多い子どもたちほど得点が高いことと、 睡眠時間をしっかりとっている生徒さんは得点が高い傾向が出ておりました先生方から保護者の方へお伝えいただきたいのは得点が高い生徒さんを褒めることだけではなくこの学習習慣の状況をお伝えいただき日常の生活習慣の改善に取り組んでいただくことをお勧めいただければと思います次回の AFL は本番のオーネットの直前です日本ではテストの結果が出た後に できなかった問題を復習するだけでなく次回のテストで何点を目標にするかを生徒さんに考えさせその目標達成のためにすべきことを文字に書かせて意識させる指導を行っていますぜひ1月の AFL では今回のテストよりハイスコアが取れますよう学習習慣の改善も含めて引き続きご指導をいただけましたら幸いです日本より応援しております